裁判官。裁判官、裁判官、とは、司法権を行使して、裁判を行う官職にあるものを言う。各国の訴訟法制に応じて裁判官の職償は、定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主催するものとして、位置することがより妥当な場合もある。 古来より様々な犯罪や形争が存在し、ある程度の社会が作られて、以降はその紛争解決制度が必要となった。古くは社会構造については記録なども残されておらず、具体的な様相なども不明である。部族、民族ごとに様々な紛争解決方式が取られており、一律に理解することもできない。 主として、集団の中で権力を持つ者の裁定や、真剣裁判などが行われた可能性が指摘されている。裁定を行う権力者や信託を告げる者などが、裁判官の役割を果たした。政治体制、統治機構が整うにつれ、一般的に、裁判は、王、領主、宗教者などの権力者が行うものとされ、裁判人もそれらの者、ないしは、 その委託を受けた者が行うようになった。前近代のヨーロッパでは裁判人、判断する者と検察官、求断する者が多くの国で分離されてもいなかったことに注意する必要がある。長い間、刑事裁判では裁判官は犯罪者を求断する者という役割を合わせて担っていた。江戸時代はお知らせに代表されるように、 捜査機関である奉行所の奉行が裁判官であったりもした。奉行、特に町奉行は、現代の警察官、検察官、裁判官を兼ねた職責及び権限を持っていといえ、全近代の聖王と類似点があるとも言えよう。イスラム教圏ではシャーリアに基づいて、裁判を行う裁判官をカーディーと呼び、マレーシアやパキスタンなどのアラビア語圏以外のイスラム教圏でも、 カーディと呼ばれている。ムハンマドが存命だった時代から始まって2009年現在でも、イスラム教国では裁判官として活動している。近代以降、裁判官の位置づけは大きく変更される。まず、三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は、立法、行政から切り離された。また、刑事裁判の面では裁判所と検察が分離され、裁判官は、 判断をするという役割に専念することとなり、犯罪者を求断するという役割を受け持たなくなった、求問主義、弾劾主義。こういった役割分担の変更に伴え、日本の裁判官は、制度の面からは、最高裁判所の裁判官と、下級裁判所の裁判官に分けることができる、憲法79条、80条参照。いずれも、 国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている、同法2条3項13号。最高裁判所の発表では、2013年4月、現在の裁判官は2880名、男性77%、女性22%となっている。裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、その両親に従い独立してその職権を行い、 日本国憲法及び法律にのみ拘束される、日本国憲法第76条とされる、裁判官の職権行使の独立止められている。最高裁判所の裁判官は、最高裁判所、長官1名と最高裁判所、判事14名で構成される、憲法79条1項、裁判所、法5条1項、3項。なお、 最高裁判所には最高裁判所調査官や最高裁判所事務総局の幹部職、局付けとして裁判官の身分のまま勤務する者が多数いるが、これらの者の身分は最高裁判所の裁判官ではなく、東京高等裁判所もしくは東京地方裁判所に所属する判事もしくは判事補である。最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。 憲法6条2項、裁判所、法39条1項。最高裁判所判事は、内閣が任命し、憲法79条1項、裁判所、法39条2項。その任命は、天皇がこれを認証する、裁判所、法39条3項。このように天皇が認証する官職を認証官という。最高裁判所の裁判官は、指揮権の高い、 法律の素養のある年齢40年以上の者の,の中から任命することとされ、そのうち少なくとも10名は10年以上の裁判官、経験または20年以上の法律専門家、検察官、弁護士、簡易裁判所判事、大学法学部教授、大学法学部准教授経験を持つ者から登用しなければならない裁判所法第41条。実際には、 最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事、弁護士、大学教授、行政官、外交官からバランスよく就任するよう配慮されており、前任者と同じ出身母体から指名されることが多い。最高裁判所の裁判官に、任期はなく、ただし、10年ごとの国民審査がある、70歳に、達した時には退官する、憲法79条5項、裁判所、 法50条。過去最長の記録は、入江都郎の18年4ヶ月である。下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する憲法80条1項、裁判所法40条1項。このうち、高等裁判所長官は、任免に、天皇の認証を受ける認証官である、裁判所、 法40条2項。2003年から、放送三社六名、学識経験者五名からなる、下級裁判所裁判官指名諮問委員会が、最高裁判所の諮問を受けて、答申、報告を行う制度が導入されている。下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、任期満了後に再任されることができる、憲法80条1項、裁判所。 法40条3項。現在、ほとんどの裁判官が再任されている。定年は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳であり、定年に達した時には退官する、憲法80条1項正し書き、裁判所、法50条。裁判所構成法時代の裁判官は、 1890年、明治23年の時点では1531人であった。裁判所法施行後の定員は、1947年、昭和22年の時点で、高裁長官8人、判事814人、判事二250人、関西判事645人、最高裁の裁判官15人を合わせて1731人であったが、その後全増している。 平成25年5月16日現在の定員は、高裁長官8人、判事1889人、判事補0人、関西判事806人である、裁判所職員定員法1条、最高裁判所裁判官15人を含め、3718人。口述の通り日本の裁判官の人数は極度に不足しており、現在の裁判官の定員は、 本来の必要数の約半数に過ぎないとする意見も上がっている。かつて公務員の中で最も低い部類に属していたが、山口義忠判事の死亡を背景に戦後に引き上がった。裁判官の給与は在任中減額することができないとされている憲法80条2項。ただし最高裁判所は2002年9月4日、裁判官会議を経て、 国家公務員の月給部分引き下げを求めた人事院勧告に伴い、裁判官の月給についても初めて減額を容認することを決定した。この裁判官給与減額については、憲法80条2項に反し意見ではないかとの学説もあったが、裁判官会議では、国家財政上の理由などでやむを得ず、立法、行政の公務員も減額される場合、 全裁判官に適用される報酬の減額は身分保障などの侵害に当たらず許されるなどとされた。さらに、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の震災復興の原始にするして、2012年2月29日、成立した裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律により、2012年度から2年間、裁判官給与が減額されることとなった。 なお、裁判官の給与は、最高裁判所規則である、裁判官の報酬以外の給与に関する規則に、基づいての初任給調整手当等の適用対象となる。日本の下級裁判所の裁判官は、旧司法試験に合格したものか、もしくは、法科大学院課程を修了し、新司法試験に合格したもので、司法研修所における、 司法収集を終え放送資格を得た者の中から、最高裁判所の下級裁判所裁判官、指名諮問委員会の審理を経て、判事補として任命される者が多い。日本の憲法上、下級裁判所の裁判官は10年の任期制になっており、はじめの10年は、3名の合議体の中で、判事補として、実務経験を経て、再任時に判事となる。また、最高裁判所は、 各部に所属する裁判官のうち一人を部の事務を総括する裁判官部総括判事になする下級裁判所事務処理規則4条。この点、アメリカなどで行われている放送一元制とは異なるが裁判所と検察庁では判件交流と呼ばれる人事交流制度があり裁判官から検察官になる者がいる。また弁護士任官制度が導入されており数は 少ないが、弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に、辞め半弁護士と呼ばれる。最高裁判所は、国家公務員倫理法、最高裁判所規則等に基づき裁判所職員、倫理審査会を設置してはいるものの、 裁判官の職権行使の独立を保障し、裁判官が行政府の圧力から独立して、裁判を行いよう強固な身分保障が行われていたが、裁判所法、裁判官分電法に加え、2014年の裁判所、職員臨時措置法の施行による、国家公務員法、国家公務員倫理法の一定の条文の適用により、 裁判所の職員に対する規制は強化されることとなった。ただし1947年に日本国憲法が制定されてからは裁判官に対する言及処分が不可能である状態が継続しており、国外からも批判がある。憲法上は面刊される場合は以下の場合に限られる。裁判所法第46条により、 いかに該当する場合は裁判官になれない。裁判官の自由心証主義、民事訴訟法、刑事訴訟法第318条は、訴訟法上の概念で、事実認定、証拠評価について、裁判官の曖昧で自由な判断、裁量権に委ねることを言い、また裁判所、法3条は、裁判所は、日本国憲法に、特別の定めのある場合を除き一切の法律上の、 総称を裁判し、その他法律において、特に定める権限を有することを定めており、裁判官は一文のみで、法律、憲法を解釈し規定する権限を与えられている。一方、司法汚職の監視機関の乏しい日本においては、裁判官が、誤判、同義飯、違法裁判、違法判決等をしたときや、その判決が最高裁判所判例委員会の審査を経て、 判例となった時の対処法がとんどない。また、行政機関は裁判官を懲戒することはできない。憲法78条公段。憲法64条以降、国会法125条以下、及び裁判官弾劾法は、裁判官の秘免の訴追を行うのは、国会の両議員の議員で組織される、裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた。 裁判官を裁判するのは同じく両議員の議員で組織される裁判官弾劾裁判所としている。弾劾裁判の審理は公開されている。1948年から2017年までの間に旧例の弾劾裁判が行われている。最高裁判所裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に 最高裁判所裁判官国民審査を受け、その後10年ごとに国民審査を受ける憲法79条2項。投票者の多数が悲免をカとした場合は、その裁判官は悲免される道場3項。最高裁判所裁判官国民審査法。過去の国民審査では、悲免をカとする投票の割合は、平均6から8%前後であり、現在まで、 国民審査により罷免された裁判官はいない。民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、家事事件手続き法、非正事件手続き法等が裁判官の起費制度を定めており、裁判の当事者は裁判官に対して起の申し立てを行うことができる。日本の裁判官は詳しい経歴や担当事件が報道されることが少なく、 マスコミからのチェックを受けていないと言われている。理由として世の中を変えるような判決を書く裁判官がいない、驚きないから裁判官者への読者ニーズがないなどが挙げられている。また最高裁判所判事の報道も少ないことも国民審査の境外化につながっていると言われている。裁判事件の多い東京地方裁判所の建物内には 司法記者クラブが置かれているが、裁判に関する記者会見を行うには、申し込みが必要であり、開催も稀である。一方、アメリカでは司法に対する国民の関心が極めて高いため、裁判官の詳しい経歴や担当事件がよく報道され、最高裁判事の人事は扱いが非常に大きい。裁判官は建前上、独立して、 ここでいう独立とは、人事を支配している最高裁判所事務総局、あるいは最高裁判所、高等裁判所、同僚、直接の上司等からのしがらみ、そして行政などの、あらゆる権力からすべて独立しているという意味である。裁判を行うことが憲法に定められているものの、下級裁判所の裁判官についての人事権は、最高裁判所が握っており、 最高裁判所の意向に反する判決を出すと、その裁判官は最高裁判所から差別的処遇、商品拒否、左遷などを受ける問題などは、米国の法学界からも指摘されている。そのことから、日本の裁判所の司法行政は、人事面で冷遇されることを恐れて、常に最高裁判所の意向を伺いながら、権力者に都合の良い判決ばかりを書く、裁判官、通称、 平ら裁判官が大量生み出される原因になっていると批判されている。また、憲法80条1項では、下級裁判所の裁判官の候補者を指名する、権限は最高裁判所にある、定められており、裁判官の道を希望する、司法修習生たちの中でも最高裁判所の意向に、そぐわないと判断れた者は裁判官への任官を、 一方的に拒否されるという問題も指摘されている。また、裁判官は、任期が10年であり、再任が原則であるが、宮本康明、宮本判事補再任拒否事件や井上薫など、再任が拒否された事例もある。2011年度まで刑事部門の判権交流が行われていたために裁判所と検察庁の癒着が進められ、冤罪判決を作り出す。 原因の一つになっていると指摘する意見もある。また、裁判官、24年間と弁護士療法の経験がある、秋山健造によれば、日本の刑事司法の最大の問題点は、基礎事実について、合理的な疑いを超える程度の証明を必要とする、原則が守られておず、冤罪の温床になっており、自らの能力に自信のある。 エリート裁判官ほどその危険性が高いとことが指摘されている。最高裁判所裁判官の人事権は、憲法上は、内閣が握っている。キャリア裁判官、職業裁判官は、様々な立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、そのような裁判官の下す判決は、世間一般の常識と乖離していると批判されたり、 裁判官は世間知らずと揶揄されたりしていることに性犯罪に関しては市民感覚を逸脱するかのような判決令が参見され国会においても問題として取り上げられている。また弁護士側からも直接当事者と接する機会がなく他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は世間知らずと指摘する意見がある。これに対して裁判官側からは 多種多様な事件を扱うことや、地方勤務によって弁護士とは、質的に異なる経験を積むことができるなどとする、反論もある。市民感情や報道に影響されず、自由心証主義により判決を言い渡すのが、裁判官のあるべき姿だが、実際には報道の影響を強く受けていると、言われている。例えば、 公判が終わると自分が関わっている裁判のテレビニュースを熱心に見る裁判官がいると言われている。裁判官には判決に書かれていることが全てであるという裁判官は弁明せずという考え方がある。五国記者会見に応じたりメディアの取材に応じたり実著で説明、釈明をしたりすることはほとんどない。現在ではせいぜい最高裁長官が就任。 大任時や原則として年1回憲法記念日を前に会見して司法の課題などについて語ったり最高裁判事や高裁長官や地裁所長が就任時に抱負を語ったりするくらいであり審理終了後に審理した個別事件への具体的言及をすることはほとんどないある元裁判官は個別事件へのコメントは判決理由を後から変更するのに等しく 言い訳に過ぎないと取られると述べている。このような姿勢が、司法が国民から遠い存在と言われてしまう要因でないかという指摘もある。労働環境は極めて悪い。裁判官は一人当たり200から300件の裁判を抱えることもあり、常に仕事に追われている。そのため、一件当たりに咲く時間もどうしても少なくなってしまい。 判決の内容もずさんになる傾向がある。鬱や自殺者も増えているという。その最大の原因は、日本では裁判官の定員が極端に少なく制限されている点にあるとされる。日本裁判官ネットワークでは、日本の裁判所を正常に機能させるには少なくとも7000人の裁判官が必要であるとしているが、前述の通り現在の日本の裁判官の定員は、その約半数に過ぎない。 シンボルは、天書体の祭儀の文字を中央に配した八鏡であり、八鏡は真実を曇りなく映し出すので裁判の構成を表す。検察官の起承と検察事務官の起承は異なるが、裁判所の職員は皆このシンボルをかたどった起承を使用している裁判官が金メッキを用いるなど、細部が裁判官とその他の職員とで異なる。 1949年、昭和24年、最高裁判所は裁判官の制服に関する規則、最高裁判所規則を設置し、裁判官は黒い制服、報復を着用することとなった。これは、黒はどんな色にも染まらない、どんな意見や圧力にも左右されないという意味がある。女性用の報復にはリボンをつけることができる。アメリカ合衆国の裁判制度は、 大きく連邦裁判所と州裁判所に分けることができ、それぞれアメリカ合衆国憲法及び各州の憲法をそれぞれ中心とする法制度により規律されている。各裁判所の裁判官となる要件はそれぞれまちまちであるが、一般に裁判官は原則として選挙内しは特定の地位にある者による任命に基づいて選任される。 弁護士などの放送資格を有している者が選出されることが多いが、一般には必ずしも放送資格は要件とされていない。また、行政聴問手続きを担当する者として、連邦及び各州の双方において、行政方針判官、アドミニストレーティブロージャッジの職が設けられており、行政機関の決定に対する不服の審査などを担当ている。 連邦裁判所には、一般的な司法裁判所である、連邦地方、控訴、最高の各裁判所があるほか、特別な事物管轄を有する裁判所として、連邦倒産、租税、国際通商、巡回控訴、請求、軍事控訴の各裁所がある。このうち、連邦倒産、租税、請求裁判所を除く、各連邦裁判所については、 アメリカ合衆国憲法第3条の規定に服することから、その任命はアメリカ合衆国大統領によってなされ、任期は原則として、終身とされており、連邦議会による弾劾の手続きで認められなければ解職されない。連邦倒産、租税、請求、軍事控訴の各裁判所については、アメリカ合衆国議会の立法権の行使に入り、設立された。 裁判所として理解されており、その裁判官については、それぞれの立法により、選出方法、任期が定められている。連邦裁判所の頂点に立つ、連邦最高裁判所の裁判官は、長である最高裁判所、長官1名と賠席裁判官8名の合わせて9名を、定員とする。連邦最高裁判所の判事となるために必要な、資格は特に定められておず。 放送資格を持たないものであっても構わない。ただし、現在までのところ、放送資格を持たない者が任命された例はない。また、連邦最高裁判所の判事の候補者は上院による厳格な審査を受け、少なくとも上院全体の過半数の承認を得られなければ、実際に判事として任命されることはない。一般的な司法裁判所としての、 連邦下級裁判所は12の連邦高訴裁判所、この他に巡回高訴裁判所があると94の連邦地方裁判所があり、各下級裁判所の裁判官定員は連邦議会が制定した法律によき定されている。連邦租税裁判所、連邦請求裁判所、軍事高訴裁判所の裁判官は他の連邦裁判所同様、 大統領が上院の助言と同意を受けて任命するが、任期は15年とされている。また、連邦倒産裁判所の裁判官は、任期14年で、各連邦控訴裁判所が任命する。アメリカ合衆国の州裁判所の裁判官の、選任方法は、各州の憲法により通常を規定されており、州ごとによって異なる。 通常は特定の年数の任期が定められている。選任方法について対別すると以下の通りとなる。また、州の最高裁判所などの上位裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官の選任方法に違いを設けている場合がある。ドイツにおいては、放送となる資格を得るためには、大学で3年半以上の期間、法学について履修した上で、 1> 第1次の国家試験を受験し、2年間の収集制を経て、第二次の国家試験に合格する必要がある。裁判官は各州の公募により採用されている。放送資格の授与は、州の権限であるが、いずれかの州で資格を得れば、どの州でも裁判官となることができる。採用当初の3年から5年間は、使用裁判官として、身分保障が制限されている。 その後、ポストに空きがある場合には、公募に応じることで、終身裁判官に任命される。裁判官も政党に所属ないしは政党を支持していることが珍しくない。州の地方裁判所の裁判長となるためには、さらに別途の能力認定試験をクリアする必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。